DHC は未来を担う若者を応援しています。第31回 DHC プレゼンツサガン都市チャンネル、今回はトリプル高橋によるトークコーナー。新生活が始まるこの季節、引っ越しなどの話題から知られざるエピソードが飛び出しました。バイトしながらバイトしてた、ある某ファミレスでですね、いらっしゃいませちょうどいいですよねこれ。そして教えてサガン都市のコーナーでは、選手の皆さんから貴重なアドバイスをいただきました。この番組は DHC の提供でお送りします。豊田洋平です。 DHC 薬用リップクリーム、オリーブバージンオイルが入っていると聞いたのでベタつかないか心配だったんですけど、なじみもいいしベタつかないし、これなら男の人でももちろん女の人でも完璧に唇が仕上がると思います。僕も常にカバンには忍ばせていて、僕をずっと見ていてください。これを常に唇に塗っていると思います。平成から令和へ、新しい時代が幕を開け、最初のサガン都市チャンネルはトリプル高橋こと高橋芳樹選手、高橋秀人選手、高橋裕二選手によるボーイストーク。さまざまなお題に答えてくれました。とその前に、撮影が行われた1週間前、26歳の誕生日を迎えた高橋裕二選手にスタッフからプレゼントが贈られました。ご自身の写真入りマグカップ、さらにもう一つ、俺の愛犬ですだけから、からのこういうのやったみたい、やったみたい、ドアップで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 。もう一つのマグカップには奥様とのツーショット写真が入っていました。いるだけで、いるだけでそれ売り出すんでしょこれ売っちゃダメよ、ちょっとこれ売っちゃダメ。それでは仕切り直して今回のお題へ。まず最初は、はい、今日のテーマ最初、じゃじゃん、新生活についてお話ししていきたいと思います。新生活、まあ、まずは三男高橋裕二が結婚したということで、結婚生活はいかがですか。どうですか。そうですね、まあ、でもどうせ同棲してたんでそんな変わりないですけど、うん、ちょっと飽きたよくない、よくない、本当によくない本当によくないよ、否定してる。いや楽しくやってます、楽しくやってます。どんなところがあってました。例えばこういうシチュエーションの時に、でも最近なんか桜が綺麗だったんで、田代公園行きました。田代公園、そういうところあんま2人で全然行ってなかったんで、うん、ちょっと面白かったな。昨日もね、気づいてくれなかったしね、フレスポにいたんですけど、真横通って言ったんですけど、奥さんと子供といたんですけど存在消しすぎっす、気づいてくれなかった声かけなかったです声かけてくれなえ、どんなオーラだったんですか。いやー、2人だから夫婦で絶対すごかった。俺の新生活はですね、上の子が幼稚園にこの4月から行くのでですね、まあ、行ける時はバスの見送りに行くようになってですね、もうちょっとこうお父さんお母さんと
広げようと思ってどうなんですか、そのやっぱ預けるとき泣かれるんですか。いや、全然全然泣かないですよ。行ってらっしゃい、行ってくるねみたいな。マジですか。で、そのバイバイした残されたお父さんお母さんとちょっとカッコつけてキロリつくっていうのが今ちょっと俺の楽しみ続いてのお題は、初めての一人暮らしはいつ。一人暮らしいつですか。俺は大学からだから18から。18ですか。18かな。18ですか。うん、20歳です。寮生活だった。ヒエトは寮には入んなかった。入んなかった。大学終わって22の時にプロ契約して、でそこから2年間ということだったんです。一人暮らしは大学生活の18です。あ、そうかそうか。バイトしてた。バイトしてました。バイトしてた。はい、ある某ファミレスでですねいらっしゃいませめっちゃおもろいですよねこれ。4名様でよろしいでしょうか。お会計は5000円になります。領収書はいかがですかとか、まあ、そんな感じでですね、あの某サッカー選手が来て、領収書を最後お会計の方お願いしますって言われて、はあ、かっこいいサッカー選手領収書、領収書くださいって言うんだって思った翌日、でそのチーム某その選手が来たチームから練習参加来いって言われて行って、その選手と対面して、お昨日のあのファミレスのウェイターの人だって言われてよろしくお願いしますっていう。めっちゃおもろいですよ。誰が、はい、高橋秀人選手の貴重な過去の話が聞けたところで、次のお題へ。またズバリ引っ越しした回数は。引っ越し結構引っ張る。そうっすよね引っ越しの4回です。7。マジっすか。俺も7っす。すごいっす。で、豪邸に引っ越すんだもんね。引っ越さないっす引っ越さないっす引っ越そうあ、そうだ、タワーマンションでも、あの物件とかみんなめっちゃ好きっす。楽しそれはみんな好きだね。そうそう、みんな好き。みんな住むとかで楽しいっすよね。今回見てるんですか。スーマじゃなくて駅前不動産って言った方がいいですか、ね、駅前不動産も出してるそういうサイト今のカットだと。え、よく見るんですか。結構見ます。引っ越しはもう引っ越しはもういいですね。来ないですはい、引っ越しをすると家具を買い替える絶対スポンサーするこれ絶対引っ越しのなんかさっき話したやん家具の話結婚して家具何買ったの。買うっていうか、まあ、家電買いました。逆に今何欲しい何欲しい何欲しいダイニングテーブル、冷蔵庫、ソファーとか。ソファいいソファー、いいソファーね。ゆっちゃんは家具何欲しいんですか。欲しくない冷蔵庫も最近買いたい。あ、冷蔵庫欲しい冷蔵庫、洗濯機そして次のお題は、一番印象に残っている場所と家は。果たしてどんな答えが返ってくるのでしょうか。気になる回答は後半。続いてサガン鳥栖ニュース。3.11 を忘れない第6回復興支援サッカー教室が先月福島の南相馬市で行われました。サッカーで子どもたちを元気にという願いを込めたこの活動怖い元 J リーガーのコーチとともに多くの子どもたちがサッカーと触れ合いました。そして次は子どもたちの質問に選手が答える教えてサガン鳥栖のコーナー。
まず一人目は DHC の CM でもおなじみの豊田洋平選手。豊田選手に質問します。はい、丈夫な体を作るためにはどのような食事を心がけてますか？まず好き嫌いしないということはまず絶対に大事で、豊田選手も全くないわけではないんですけど、なるべく体のためにという形で薬だと思って、苦手なものももちろんあるんで、そういうふうに食べるようにしてますし、まず丈夫な体ってなるとやっぱり栄養が必要なので、1日のうちの3食は絶対に大事にしないといけないというところがあります。お母さんがしっかりサッカーやっているんだったら考えたメニューを作ってくれると思いますし、そこを信じて、しっかり好き嫌いせずに、たくさん食べてしっかり噛んで、栄養をしっかり取ることが大事だと思います。続いてはここでも出演していただいた高橋芳樹選手。こんにちは。こんにちは。高橋芳樹選手に質問です。はい。1対1が苦手で ちっちゃい頃僕なんかは本当に2人でもずっと1対1の練習とかしてましたし、今でしたらそのもちろん J リーグもそうですけど、海外の選手とかも見る機会が多いと思うので、そういう選手がどういう抜き方をしているかとか、どういう、こうディフェンスをしているかとか、そういうところを見ていけば見ていって、でなおかつ自分の練習にそれを生かすっていうところをやっていけば必ず、はい、上達すると思うんで、とにかく練習してほしいなと思います。そして今シーズンから加入した17歳のルーキー松岡大輝選手。松岡選手に質問です。攻撃の時にポジショニングが悪いとコーチから言われています。ポジショニングを良くするためにはどんな練習をしたらいいですか？やっぱり相手味方が持ったボールを持った時に、どういったランニングを起こせばフォワードが空くかだったり、相手が本当に嫌なところに どこが本当に嫌な、走られたら嫌なポジションなのかっていうのを常に考えながら、ランニングを起こしてます。それではお待たせしました。トリプル高橋によるボーイズトーク後半戦スタート。一番印象に残っている場所とそのお家は？僕は蒲田マーレ讃岐っていうチームにいた時の高松市のレオパレスのワンルーム、家が結構お気に入りでした。隣の音とかも聞こえるぐらい壁薄いですけど結構お気に入りでしたね。はい。ヒデも。ヒデさん42回ぐらい。俺2回よ。で、それ今14階建てなんですけど、2階で、俺ん家の部屋の真下が駐車場なんです。だから子供はバンバンやっても下、結構マンションでそういうトラブルあるじゃないですか。たまたま駐車場でよくて、しかもパワープレートってサッカー選手が使う振動のマッサージするやつとか、マンション入れちゃいけないさ、下に振動するから、でも俺下が駐車場だったんで入れていいって。超ラッキーっす。飲み物の家は結構。最後、怖い上司、先生、コーチなどへの対応の仕方どうなんすか？じゃあ怖い監督いたらどうするんですか？怖い怖い。でもなんか俺らの職業的にはなんか言われなくなったら終わりみたいなところなんで、だからその好きの嫌いは嫌いじゃなくて無関心みたいによく言われてるじゃないですか。だからもうそれが一番怖いですね。何も言われないようになるのが。確かに。なるほど。いきますか。はい。休む。最後に新生活で頑張っている皆さんにメッセージをお願いします。
どんどんチャレンジしてください。でもあなたにはふるさとがあります。あなたが今こうして頑張れてるのも親のおかげ。その親に感謝をして、毎日頑張ってください。もういいでしょ。言った今チャレンジして頑張ってたら可愛い奥さん捕まえられる。いやそれはもう分かんない。それは分かんないです。ありがとうございます。ありがとうございます。高橋芳樹選手、秀人選手、雄二選手、貴重なお話本当にありがとうございました。なるほど。次回は今シーズンから新加入したイサック・クエンカ選手に直撃。どうぞお楽しみに。この番組は DHC の提供でお送りしました。